マトウダイメイは、甲骨魚類の分類群の一つ。ニアモ目6下で構成され、マトウダイカガミダイなど16属32種が記載される。マトウダイメの魚類はすべて海水魚で、インド洋、太平洋、大西洋など、世界中の海に幅広く分布する。主に大陸方や大陸斜面にかけての海底付近に生息する、低生魚のグループで、多くの種類は、 水深100から300メートルの範囲、あるいはさらに深度を下げた深海で生活している。マトウダイメの仲間は、体高が大きく、著しく左右に平たい側平たした体型を持つ。口は斜め上を向き、上顎を大きく突き出すことができる。背びれ、尻びれ、胸びれのヒレ状が分子しないことが、本目魚類に共通する特徴である。 背びれは5から10本の棘状と22から36本の軟状で構成され、ひし等大化を除きおひれは11本の分子びれ状からなる。腹器の棘状の有無はトガによって様々で、軟状は5から10本。第4および第5最急にエラの開口部を持たない。月骨に葉を備える一方、後外骨の葉を欠く。眼下長頸骨を持たず、五儀左骨は、 頭蓋骨と融合する。椎骨は30から44個。魔盗大目には、ネルソンの体系において、シトイディアお及び、魔ダ大アモクの2アモクの下、6か16族32種が認められている。かつて本目に所属していた、ヒシダイア目カップロイディの1か2族11種は、現在では鈴木目の内部に含められるようになっている。本目が探検統群であるかどうかは長く議論の、 的とされていたが、皮脂大類を除外することによって、単系統制を確立したものと考えられている。的大目はこれまで鈴木目に、極めて近いグループであると考えられてきたが、2000年代に入ってからの分子生物学的解析により、むしろタラメとの類縁が深く、互いに、姉妹群の関係にある可能性が示唆されている。約7200万年前の白亜紀後期の地層から、 本目魚類の最古の化石が見つかっている。シトイデイアモクは一家一族三種で構成される。かつては、マトウダイカに所属する一族であったが、タイラーの検討に基づき独立のアモクとされた。シタデイカ、編集シタデイカは一族三種。大西洋南東部から、インド洋、西部太平洋にかけて分布する。そこマトウダイ族の一種オオヒシマトウダイ、 水深およそ470メートルで撮影鏡台、ゼナプシスネビューローザ。背びれと腹びれの気膜が細長く糸状に伸びる。マトウダイとは異なり、体側面の黒色藩は不明瞭。口がよく伸び、頭部背面は湾入する。マトウダイアモクゼイオイデイには5か15族29種がところ属する。大目マトウダイ科。編集。 オ,オメマト魔ダイカオレオソマチイは四1十種からなる。南極海を含めたほぼ全海洋に分布するが特に多いのは南アフリカからオーストラリア南部にかけての海域である。生息水深は400から1800メートルの範囲で本目の中では特に深い。体高が極めて高く目は非常に大きい。最大で50センチメートルにまで成長する。 吹雪は一本の棘状と五から七本の南状からなる。ベニマ灯大化編集、ベニマ灯大化パラゼニワニに赤三属四種で構成される。吹雪には棘状がない。ソコマ灯大化編集、ソコマ灯大化ゼニオン地帯は三属七種からなる。青マ灯大族とカプロミマス族はかつてマ灯大化に所属していた。騎シマ灯大か、 編集皮脂ウダイカグラミカレッポディデイワニアカ三族三種からなる。細長い鱗が特徴である。マトウダイカ、編集、マトウダイカゼーダエワニ族五種を含む。制御では背びれの木膜が著しく長く伸びるものがいる。マトウダイは、馬ルマダイなど様々な地方名を持ち、食味が良いことから食用魚として漁獲される。ありがとうございます。